モデルの藤田ニコルが29日、TBS 系情報番組、サンデージャポン、毎週日曜10時から11時22分まで、に生出演。事務所の先輩である女優の剛力彩芽のインスタグラムをめぐる騒動について言及した。藤田ニコルファッション通販サイト、ソゾタウンを運営するスタートトゥデイの前澤友作社長と交際中の剛力は、今月16日にサッカーのワールドカップロシア大会の決勝を現地観戦し、揃って自身の SNS で写真を添えて報告。その投稿に批判の声が多く寄せられ、剛力は22日にインスタで謝罪し、過去の投稿をすべて削除すると宣言。その後、宣言通り削除した。藤田は、W 杯決勝の、2日後くらいにお仕事一緒だったんですけど、聞くのも聞かないのも逆に変かなと思って、移動大変でしたね、って言ったら、普通に明るく、そこまで大変じゃなかったよ、って。私より明るかったですよ、と剛力とのやりとりを明かし、こんな大きくなることじゃないのかなと。楽しそうでいいと思うし、後悔することもあるし、その分、得ることもあるし、別にいいんじゃないかな、と自身の考えを述べた。また、もし自分が剛力の立場で W 杯決勝を観戦したらインスタで報告するか聞かれると、アップすると思う。楽しければいいじゃんって、と話した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。